今度大統領選のキーになる武器が出てましてですね、はい。はい、それをちょっと紹介しておかないと、そうですね。まあ一回や二回は取り上げたと思うんですけど、はい、えっとロバートケネディジュニア、ロバートケネディジュニアと言えばですね。えっとまあ、えーとまあ、アメリカの大統領選はですね、はい、えっと共和党にいつも一回勝つ。 州と民主党がいつも勝つ州があるんですけど7個ぐらいあのスイングステートって言われるねあのどっちが勝つか分かんない州があるんですよね風で決まる1%とか2%とかで変わるでそこでまあそこを取られるとまあ一気に変わってしまうのでということでえ前から熱い戦いになるんですがその中でまあえと1か月ぐらい前かなテイラー・スフィフトが キーにななるかもししれいそね一つあまたテイラス・フトは若者に影響があるので今まで選挙行かなかった人に投票してただ、テイラス・フト前回言ってバイデンに入れたるようにまあトランプは嫌だということで実際バイデン勝ったんですけどそうですね自分のドキュメンタリーがテイラス・フトのやつネットフリックスかかなんで公開されたんですけどその中でやっぱり初めて政治的な意見を表明するっていうのがあって。 民主党、はいまあ、トランプに入れられないから、うんはい、共和党側に入れられないからとう、うん、いうことで、えー、結果的にいい民主党側を応援しようということを、まあ、言ったら、数万人規模で、はいえー、選挙に行,こ行くための資格を取るという人いい登録する人が増えた,、はい、増えたと、それぐらいテーラス比ト影響力があるんですが、はい、それがまあ,ありました、はいで。今度もう一人 第3党に躍り出てきそうな勢いの人、まだこれ、はい、第3党にまでは党の所属はまだ表明してはいないんですけど、うん、一応、独立派の中で、えー、しかも副大統領候補女性、うん、ニコル・シャナハンさんっていう人を従えてです、ね、うん、このロバート・ F ・ケネディジュニア出てきておりますよ。 バイデン側だってかかるじゃないいいいですかはいはいはいかやっぱ女性の自立とかやっぱり若者に対してとか思ったら結構割と民主党系なんだろうなってそもそも分かってたじゃないですかははい、はいあの,あのキャラでね、うん、あのやっぱトランプに行きましょうなんて言わないだろうとうん、いうのは分かってたと思う <laughs> はいはい。ところがこのケネディシュニアこれは。 もともと民主党じゃないですかケネディ家ははいケネディ家でございます民主党の伝統がありながらも、はい、マガ的な要素もあるっていうか、はい、陰謀論にもハマってるっていうこの共和党と民主党の問題を両方抱えたようなやつっていうか <laughs> <laughs> これどっっち行くか分かんないっていてうロバート F ・ケネディ Jr. が今、いろんなところで大手メディア、これ、この間もね、ニュースマックスに出てたのかな、はい、にも出てたんですけど両方から扱い難しいやつですよ、ね。難しいんですけど、うん、この間、しかも、とうとう CNN にも出ました。出ました、一応取り上げられてはいるんですけど、うん、本人が出てきて喋るっていうのは、あんまり実は大手メディアではないんですよ。はい、っていうのはですね、あまりに彼が反ワクチン。 はい、活動家になってしまってるので扱いが非常にややこしいと,いと、ね、<laughs> トランプにおいてはワクチン打ってますからねはいでトランプはあのワクチンはもうみんな打とうぜっていうことを言ってブーイング受けてるぐらいなんですよ、はい、そうそうそう,そうだからトランプの支持者は半額が多いんですよね、はい、が多いんですけどトランプ自身は俺が開発したワクチンみんな打とうぜっていうことを言ってブーと言われると、はいう<で>状況になります えー、ケネディ・ジュニアは、うん、そのトランプのまたた右を行くみたいな、ね、<laughs> 民主党のくせにですね、そ<う>で民主党の一応、候補争いに、うん、立候補、名乗りを上げて、はい、俺も民主党から出たいと言ったら、ですね、はい、まあ民主党側はまあ拒否したというか、チャンスがないよと、まあ、バイデンさんだと、これはね、こ俺は独立派でいくということです。 ふさわしいい男はいなうい <laughs> にふさわしい男。と、はいはい、いうことなんですね。で、彼が出ることになって、しかも、えー、今あの、言われてるのが、ですねやっぱり右左側の票を、うん、民主党側を取るんじゃないかと、か彼自身は反ワクチンで、<お>トランプよりも右だと思われがちじゃないですか。うん、ところが どうやら、その彼が、えなんか一緒にランニングメイトで、っていうか、その副大統領候補でつけたのが、女性で、なおかつカルフォルニア州の事前化リベラルですね。リベラルなんですよ。そうすると、どうも、思想的には、左の方を、やっぱ取りに行くんじゃないかというふうに言われてます。なんかリバタリアン、まあ、共和党側と、まあよ、よく言われますけど、リバタリアン党に、まあ、入るんじゃないかっていうのは、今言われてるんですけど、どうかわからない。リリバタリアンもど どっちかというと、はい、共和党側っぽいんですけど、はい、小さな政府で,ですからね。 っっとと回てて左とも近いっていうかね <laughs> そういうことありますでそうすると、われわれ、これ、第3党が出てきたときにどうなるのかということで、トランプが有利になる構造が実は生まれてるんじゃないかこれ、えー、今、第3党であるリバタリアン党から出るんじゃないかと、噂されてるんですけど、なんかこれ、今、微妙なことです、うん、だからあの公認は取り付けられないかもしれない、うん、ただ、今、えー、この、はい、ケネディがリバタリアン党って、もう本当、全然違うだろうと思います、ね、いやちょっと微妙だと思いますね。はいはいで 今あの大体これ、過去においても、第三党、共和党、民主党だけじゃない、うん、別のところから出てきた人って、どちらかというと、思想的に近い政党の票を割るんですよ、うん、割るんですよ、はい、つまり今回は、えーまあえー、この人、ロバート F ・ケネディジュニア出てきました、うん、で普通に今考えたんですよ外では反ワクチンだからってことで、共和党の方より割りそうじゃないですか、はい、ところがどうやら民主党、やっぱり民主党の方 りそうなんですね、うん、で過去の例をこういうふうに見ていくとどうだというふうに見ていくとですね <laughs>、はい、ロスペローこれ、僕もこれは若い頃ですね覚えている、まあ、今でも若いんですけど私、私、はいはい、1992年のこの選挙覚えてますよ、はい、ブッシュ大統領の、えー、パパの方ですね、HW、うん・えー、ブッシュ湾岸、はい、戦争のヒーローになったんですけどその直後のに行われた1992年の大統領選挙で負けております。 民主党に負け取ります、ね。ロスペロ現象はいロスペロ現象と言われました。あの時にはですねこのロスペローさんテキサス出身もうゴリゴリの星だったんですよ。共和党側の やっっぱ票を削たと言われすね第3党として出て、今度は2000年ですね、この時もブッシュとゴアで大騒ぎしてたんですけど、その時になんと民主党側に近い、消費者の権利を守る運動を長年やってたラルフ・ネイダーさんという、ちょっとこの人、アラブ系っていうふうにも言われる、解説されるんですけど、この方がやっぱ出てきました、で、民主党側のリベラルの方の票を 削り前回、今度、前々回ですね、2016年、トランプ大統領が当選した時この時は、リバタリアン党ではなくて、グリーンパーティー、これ、緑の党です、緑の党ってほら、環境問題とかいう左じゃないですか、民主党を削ったジルスタインっていうのも、一つ、やっぱり第三党として、注目せざるを得ないんですよ。 もともと民主党だし党リベラルなケネディの家系がそうですよ、ねはい、にもかかわらず、ね、反惑ゴリゴリの反惑結構マガそうなんですよかなりマガ的要素もあるし、はい、かなり陰謀論好きなんですよねはいでしかも今、うん、あのケネディさん自身はもちろん家族ぐるみのバイデン家との付き合いであるにもかかわらず、はいうん、バイデンの政策、うん 彼を政治から引きずり落とさなければいけないとは公式に言ってるんですよね、うんはい、民主党政権を、ね、そうするとやっぱり割を食うのはこれ民主党なのかなというふうに言われます、まあ、結論としてアメリカの大統領選におけるこれまだどうなるか分かんないですよ、まあ、分かんないんですけど現時点でもこの第三勢力である、えー、ケネディ ロバート・ F ・ケネディ・ジュニアですねアメリカの貴族で、うん、なおかつ陰謀論者という、はい、すごい組み合わせですねこれ。 だいぶリがが入ってる感じしますもともと環境関係の弁護士もやってたというところもそうなんですけどこの第三勢力に我々注目していかなきゃいけないのかなというふうに思いまそうですねこれがちょっと最後どういうふうに動くかとこれ分かんないんですけどねちなみにこんな感じの家系になってましてケネディ家は伝統的にこれシカゴ主に居住区としてもともと出てきたんですけどカソリッ ななのでなで小だくさんなんですよね <laughs> アイルランド系なんでねアイリッシュなんでこのロバート・ケネディ・ジュニアの兄弟10人ぐらいいるっていう、はい、ことになってますね、はい、暗殺されたおじさんがジョン・ F ・ケネディさんですね、うん、はね、い、テキサス州ダラスで,、はいはい、でこの方の「む」えー 長女じゃないですけどあの娘さんがこの間駐、えっと、日アメリカ大使をやられてましたねはい、はい、キャロライン・ケネディはいャロライン・ケネディさんですよ、うん、でその後に今下にバーッといるんですけどそこにロバート・ケネディ はいはいロバートケネディいわゆるボビーと言われる人ですねこれはノブ伸コの友達と一応言われておりましイ・ノブ伸コが言ってたと言ってましたね一応自称で言ってましたねはいロバートボビーケネディはこの人も暗殺されました兄貴と同じででその息子がロバートケネディジュフエ f ケネディジュニアと これは、ここにいるんですよ。だチケットはね、もうばっちりですよ。はい、ちょっと狼たちへの伝言を読ませてあげたいですね。<laughs> <laughs> えー、子供が、はい、まあた、た、たくさん、ケ、はい、ネディさんの、はい、あの、うん、お父さんだよね、ボビーの、はい、あの、いっぱいいるんですけど。はい、その中の、うちの一人と。いうことで、うん、自分もにも。 子供が6人いますから、F ・ケネディ・ジュニアの方はということですね、また別のおじさんですね、ケネディ家のこの一番末っ子のエドワード・ケネディさん、この人、脳腫瘍で数年前、お亡くなりになりましたけど、彼もですね一時期、やっぱり大統領選に出るんじゃないかと言われてたんですけど、ちょっと女性とのスキャンダルがあって、出れなくなって、上院議員はずっと続けられてたということになりますないやどこれ、なかなかね。とケネディ やっぱ人数が多いっていうのはやっぱ反映しますよねはいはいはいやっぱ出てくるじゃないですか何人かちょっと不可解な詩の方もいらっしゃんすか一人んかいましたよねあのあえっとはいそうですね抗議時刻なんかでそうですねはいいましたいました彼はねすごいイケメンだったんですけどはい